殺すぞお前。なんでこんな死にてえのかお前。李先生、あれ勝てると思いますか？無理やんねん。はい、というわけでね、今日ついにやってきましたね。我らが師匠のアダニアさんが試合が決定しましたね。しかもなんと相手が小川徹選手というですね、トライブ東京 MMA でした。非常に強敵で、まあ、私の予想だと1ラウンド飛び膝で KO 負けします。絶対負けるんですよ。大体分かってて、僕結構あの人一回クレイジー B のキッド選手の弟子の山本篤選手に飛び膝で前歯全部吹き飛んだみたいな試合で KO 勝ちしたもん。ありましたよね。絶対分かってない。絶対分かってない。ちょっとね、多分そういう試合あったような気がするんですよ。まあ、ちょっとそういう不安も抱えつつ、ちょっと今日はアダニア選手の秘密特訓を、まあ、リー先生がちょっと教えてあげるみたいな感じですか。リー先生が教えたら絶対勝てますよね。そんな感じでね、ちょっと、アダニア選手の到着を待ちたいと思います。でリー先生最近どうなんすか？元気っすか？太ってる？ちょっと待ってくださいよ、試合近いのに。さあ、おちょっと、おい、カメラ止めろ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 、殺すぞ。おい、止めろ止めろ止めろ、おい、これ止めろ止めろ止めろ、カメラ。何してるんですか？トレーニングやるんだろ。俺本当に、ちょっと待ってください、街中だから本当に捕まります。関係あるかよ。試合前だよこっちは。関係あるかよ。みんな見てる、カフェの人。Tシャツ着ましょう。関係ねえよ。試合前でピリピリしてますよ。ああ、こっちでは目パッキパキ。ああ、目が。ああ、ちょっと一旦。これ。一旦一旦です。いや、ちょっと待ってください。白っぺ T シャツがめっちゃ似合ってますね。似合ってるか。これはもう本当にバカ売れですよ今沖縄で。反社がいっぱい買ってってる。うん、素晴らしいんですよ本当に。なんで目パッキパキなんですか。試合まで持ちますかねこの。試合前だから殴りたくて殴りたくて。もう飢えてんだよ。この次の相手がめちゃくちゃ強敵ですよね。強いかあいつ。あの人は、まあ、間違いなく優勝候補だと思います。何言ってんだよ、優勝候補に見えんのかあいつ。だってですよ、まず元レンジャー部隊、そして今実業家でなんか会社もやってる社長さんっていうことなんですよ。アダニアさんも負けるじゃないですか絶対。何言ってんだよ、実業家レンジャー部隊関係ねえよ。用在大地最满正气激性东方最猛。無名を負けろぞ、負けろ勝ったぞ。誰ですか？高校野球よ。高校野球。負けろぞ、自得は。自得？自得。なるほどっすね。無名を勝ったぞよ。ああ、そうです。なるほど。ハプニングね。ハプニングね。めっちゃ怖かったんだ。さっきあの人向こうで竹刀振ってた人なんですよ。そうそう、竹刀振ってた。俺怒られんのかな。そうですね。お前何叫んでるっすよ。ちょっと怖かった。チラチラ見てましたよ、ダックルみたいな。まあ大人気 YouTube チャンネルですからね。そのハプニングもありつつ、まあ気を取り直して、ちょっと私とリー先生からちょっとこっ
ちらなんですけど、必勝アダニア様、シロッペ&リーかな。本当に頑張ってほしくて。マジっすか。はい、ちょっと待ってください、はい、頑張ってください。ありがとうございます。もうリー先生からもいいっすか。本当に全然ね、もうめちゃくちゃ少ないんですけど、ちょっと少しばかりの応援という気持ち、勝てないとは思うんですけど、ちょっと頑張ってもらいたい。今やっちゃいます。いや本当に僕が勝てると信じて、はい、もう必勝ですからね。俺は絶対勝つ。必ず勝つ。絶対勝つ。マチ、あの無傷で帰ってきてほしい、その一心です。あのもう祝勝会も場所が用意されてるんです。それですよ、D先生から特訓をちょっと受けてもらいたいと、アダニアさんにちょっと下の方でちょっと特訓をやっていこうと思います。 D 先生、最初は何をやりますか。よっしゃー、やってやるよ。よっしゃー、もっと来い、もっと来い。いや、折れてもいいよ。やれ、折れてもいいよ。ああ、殺してやれ。ああ、
相手にも真っ向勝負。ひたすらに前に出て踏みつき倒し制圧して勝利を奪う。昨年4月には現在シュート世界フライ級暫定王者に君臨する福田竜也をも撃破。その実力を証明してみせた。死ね死ね、殺してやるからな。お前待っとけよ、待って待ってぶっ壊すからな。アダリアさん、もう雨が強いです。もうやめましょう。せえよお前、雨降ったら飯食わないのか。食うだろ、それと一緒だよ。雨だからなんだよ、危ねえよ。ウルタトレーニングやるってやるんだよ。ああ、いい先生止めてください。やめろ、うわっ、やらせろ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 、殺すぞお前。死にてえのかお前。お前殺すぞ。ごめんじゃねえよ。やるんだよ俺。関係ねえよ。アダリアさんお疲れ様です。ちょっともうやりすぎてもう膝変色してるじゃないですか。もううっせえよ、まだできるよ。とりあえず T シャツ着てください。通報されますんで。まだやれるよ。今日はもう終わった方がいいです。まだやれる、喋れてるからな俺。まだできるってことだよ。とりあえず今日の撮影はこれで終わろうと思うんですけど、アダニア選手は一生懸命頑張ってるんで、皆さん応援してあげてほしいです。ネイリン先生自慢の弟子ですもんね。アダニア選手、勝てると思いますか？優勝できるそうです。アダニア選手、はい、最後に意気込みをお願いします。俺、まずね、しっかり8月勝ってな、優勝するから見とけよ、楽しみに見とけよ。とても気合が入っておりますんで、シロップの大冒険でアダニア選手を追いかけたいと思います。皆様応援よろしくお願いします。はい、オッケー。よし、すみません、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ今日はここで解散という。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お疲れです。リー先生、あれ勝てると思いますか？無理やんね。あ、何言った？殺すぞお前ら。